さあ始まりました、寄り道散歩。はい、我々は福井県住みます芸人カリマンタンの相田隼人と、はい、そして、福井県一散歩が大好きな芸人鯖江市出身のカリマンタン高橋です。皆さんカリピース、ありがとうございます。カリピース、苦しいね。カニピースがね、うん、あの吉本の社員の中でも流行ってるってのを聞いてね。そうなの？そう。あ、よかった。じゃあこれを機にね、福井のことをどん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  ね広めていきたいと思いますけれども、まあ、今日はですね、私たち来ているのが、はい、こちらの丸岡図書館でございます。はい、まあ、はい、こちらの中を散歩してこうということで。中は散歩しません。暑いから。暑いからじゃない、はい、そういう対策してないんで、ね。熱中症対策として。熱中対策違うんです。今日はこちらの丸岡図書館をスタートして、はい、中野茂春聖火跡まで行きます。中野茂春聖火跡。はい。なんか、お菓子とか作ってるの？その聖火じゃないです。生きる家とか。だから生まれた家です、ね。あ、生まれた家、はい。中野茂春さんが生まれた家の跡まで。だからご実家？ご実家、まあご実家です。中野さんのご実家も。中野さんのご実家ね、はい。中野さんが誰か分かんないけど。でしょ、うん、そうでしょ、うん、だからそれは今からいろいろお話聞きながらね。ああ、これ、行こうね、ま、周りの住民の朝に。そういうことです。はいはいはい、夢の朝なんだ。それも分かる。言ったら分かる。なるほどね。ということで、早速今日も散歩していきたいと思います。はい、ます。じゃあ、こっち。はい。じゃあちょっとね、熱中症対策として、うん、タクシー使うか。バカ野郎。散歩じゃねえよ、それ。熱中症対策。散歩じゃねえんだもん。なんかここ、うん、なんか見覚えあんな。見覚えあるね。見覚えあんな。あ、ここに繋がってるやんね。そうね。このルートは。やっぱいろいろ歩いてみるもんだな。まあ、それは散歩の大好き。おお、さすが散歩大好き。あ、散歩大好き芸人も。散歩大好き芸人ってなんだ。じゃあとりあえずコーヒー飲もうか。いや、コーヒー飲もうかじゃない。ね、あ、でも久々に来たね。久々だよね。白子屋丸子。白子屋丸子。ね。白子屋丸子でございます。何回か来るもんな。なんか、うん？こんなのなんかできてるな、からした。本当や。前なかったよね。そうね。前残ったな、俺の。ちょっと話コーヒーブレイク。コーヒーブレイク、いや、コーヒーブレイクじゃない。コーヒーブレイク。すいません。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。あ、ご無沙汰してます。あ、お久しぶりです。親方。親方ってなんだ、言い方。あの、今日ちょっと僕らですね、はい、あの中野茂春聖火跡をゴールにちょっとお散歩してるんですけど。はい。はい。はい、中野茂春さんご存知ですか。はい、知ってますよ。ほら。ご幼少の頃から お名前言ってはお名前やろう本はあのそうなんですか、はい、読んでますけども、はい、さらに詳しいことを突っ込まれると答えられない、はい、いやでも、はい、もう僕ら全くちょっとわからないんで、はい、どんな人だったんですか。どんな人というか何をされた方。いや、あ、本を書かれた方。あ、本を書かれた方、丸岡のことも書かれている。なるほど、は聞いてますけど、うん、これやっぱなんか作ってますよね、はい、そう、なんか前回なかったじゃないですか、はい、これ今年の4月1日に、あ、4月1日にここ開催しました。何の場所なんですか、これ。甲冑を、はい、今丸岡女性商工業市民の会そういうところで今作っていまして。甲冑を作ってる。甲冑を作ってる。やっぱりなんか、戦に備えて。そうですね、そうですね、じゃないですか。これからあの夏の戦に厳しいね、今までにも、はい、町教時代から、はい、ずっと作っていて、うん、もう10年以上こう作られている方が何名もいまして、今行政からも依頼された分が60両、はい、70両ほど作られています。今も作っていますので。今作ってます？はい、見れますそれ？もうぜひ。あ、いいですか？ぜひご覧になってください。じゃあちょっと見ましょう。はい。うわ、うわ、す、あ、うわ、すごい。これはあの堺、元坂本市長、はいはい、命令をしていただいて。マジですか？はい。あ、でもこれですね。はい、甲冑。甲冑。いやー、なんかやっぱ剣道着やな。剣道着って。この胴とか。いやだからまあ。え、これ今。な、今これの、はい、この部分ですね。あ、角度。おお。僕今作ってるところですね。材料今貼り合わせていく作業してる最中ですけど。ほほ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 。すげえ。来ますか。え、いいですか。着れるんですか。ね、来ていただけるんであれば、お、あの、来て。あれ、サイズ合います。あります。4L です、4L。 4L ぐらいがいいんですけど、入ると思います、ね、
入れてみましょう。じゃあ、やっぱ戦国の時代にやっぱりね、ふくよかな人って少ないイメージじゃない？あ、そうだって、こう身長もここまで大きい人いないでしょ、確か昔の人って。食料もあれだし、そこまで豊富じゃなかったと思うし。ほい、おお、うわぁ、すげえ。どう？これ、アイさん、ん？東京ビッグサイト行こうぜ。コスプレじゃねえんだよ。違う？いや、違うよ。これ行きたい気持ちはわかるけど。うん。行ってもらっていい？いや、けどこれ、実は本当に行った方がいいんじゃない？そのイベントの時に、まあまあ、そうね。東京とか。うんうんうん。完成しました。どうですか、北関東。めっちゃ重いっす。あー。そうですか。これ、正直、うん、走りたくないですね、これ来て。まあね。でもなんか守られてる感はすごいでしょ。守られてる、守られてる。おう、あと今写真を撮ってみたら、お、あそこで、あの、え、スポットがありますね。あそこですか。映えスポット。映えスポット。出た。あ、ここね。なるほど。あ、皆さん、写真撮影 OK ですよ。はい。今。皆さん言うてもそんなにいないです。いや、いい体験させてもらいました、これ。まさかね、甲冑着れると思わんかったからな。これ、来られた方、なんか言っていただければ誰でも。そうですね、着させていただきますし、あら、はい、あの、私がここにいれば。あ、じゃあその時は、はい、マルコさんにお問い合わせして。そうですね、皆さん、着ていただければ。着るべしですよ、これは。これは着るべしです。日本語おかしいな。まあまあまあ、着るべしね。まあ、戦国時代はこういう日本語やったんや。そうか、そう、OK。まあ、皆さんぜひね、これでちょっと武将になりきってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。寄り道散歩。はい、軽いね、体。体軽い、体軽いね。まあ、重い鎧をね着てたからな。汗ぴったりだけど、うん、いや、でもなかなかないよね、あんな体験は。なかなかない、ね、初めて来たわ。皆さんぜひ、うん、指導小屋マルコ、うん、体験してください。え、暑いな、歩いてる。暑いよ、暑いな。もう今日はいいお天気、雨降る予定だったんだけどな。これだいぶ痩せるぞ、俺今日。いいんじゃない。ああ、もうね、80いきそうやな。あ、そうなんだ。あ、あ、あ、ちょっと、あ、ちょうどよかった。こんにちは。こんにちは。いいところに来ていただいて、ありがとうございます。いいところ来ていただいて、俺ね、ひょこっと、ひょこっとね、あれなんで、うん、この街のいいところとかちょっと聞いてまして、はい、で、ちょうど今、中野重春さん、ね、重春さん の、はい、あのご実家の方に今聖火跡をちょっと僕ら目的地に散歩してるんですけど、はい、そう、まあ、ご存知ですか。僕ら知らなかったんですよ、その中野さんのこと、うん、あ、聖火跡はよく散歩にあっち行きます。本当ですか。え、どういう人かはご存知ですか。 あんまりそんなこと聞かれると。あ、まあそうですよね。だから今からどちらかなんか行く予定だったんですか。いや、今帰ってきたところです。あ、帰ってきたところ。買い物と、はい、ちょうどいいタイミングでした、ね、ちょうどいいタイミングで、ね、で、今からじゃあこの3人で中野さんの場に行かない、行かない。3人では行かないです。あ、じゃあ一人で行ったら。いや、なんで、なんかお前は行けよ。暑いからちょ、お茶、お茶を。うるさい、うるさい。大丈夫、大丈夫です。なんかごめんなさい。なんか変わりました、この辺って。街並みというか、来る人というか。やっぱり街、お店なんかあったんですけど、はい、だんだん少なくなって、あくこっちになって。ああ、そうなんですね。寂しいところになってしまいましたね。これ、裏口は新町通りって結構はや、はい、流行ってたっていうか、お店通りやったんだけど、その新町でももうあんまりないですね。あ、そうなんですか。何軒かにポツポツになっちゃった。大丈夫です、僕らが盛り上げてきます。いや、僕らより丸岡城が盛り上がるから大丈夫じゃない。ちなみに場所ってどこか分かります？なんか8号線の奥ってのは聞いたんですけど。あ、今から行きなきゃ。そう、今から、はい、信号越えてまっすぐ行って、はい、左手にあります。左手、田んぼがちょっとあって、その後、はい、一本で中っていうのかな、はいはいはい、左手に屋敷が、はい、屋敷っちとかしてる、はい、じゃあ今からちょっと行ってなかったらまた来ますわ。なかったら、はい、ここまで来んのかよ。なかったよ、お母さん。お母さんなかったらお茶ちょうだい。もうちょっとあっち行ったら、また聞いてくれ。まあそうですね、またそうそう、あっちにちょっと聞いてみます。じゃあちょっと僕らもお散歩続けます、はいはい、はい、ありがとうございます。じゃあ次来るときはお茶の方を。かましいわ、請求すんな、お茶。寄り道散歩。あれが丸岡師匠、ゴール近づいてきたもの。でもまだそのさ、はっきりとは分かってないじゃん、この辺って。まあな、うん、
それでも8号線を越えてっていう話だな。師匠、とりあえず師匠を目指す、とりあえず師匠を目指すのがあるから、まあ、そうね。よし、青ジャケ、うん、急に何だ青ジャケ。あ、なんかいいね、8号線をなんか横切る、なんか横断歩道、うん、なんか新鮮っていうか、そうだね、普段、うん、車だと普段とはちょっと違う気分だよね。こんにちは。あ、ほら、あのコンバイン通りに、コンバインさん、多分あれかな、もう稲刈る時期近くなってきたから。ああ、そうか。こんにちは。こんにちは。ちょっと僕ら、あの今日中野茂春、はい、聖火跡目指して散歩してるんですけど、はい、なんかあの8号を越えるとこまで聞いたんですよ、お話、はい。ただその後の場所がちょっとよく分かってなくて。分かります場所。あっと、多分ここ出ないかなと思うんですけど。ここっすか。これっすか。ええ、これっすか。ここですか。いや、どうやろう。はい。多分昔の話だけで、はい、ほとんどは知ってるんですけど。はい。あ、じゃあここなんすね。多分ここでいいと思ういいですけど。まさかの目の前だったっていうパターンね。なんかけどそれっぽいオーラ出てるもんね。確かに。そうね。オーラ出てるもんね。今あれですね。稲刈りのあれですか、もしかして。稲刈りの、はい、準備っていうか。準備だよね。コンバインで。あ、もうこれから稲刈る感じですか。もう今ちょっと、はい、雨降ってちょっと、はいはいはい、あの日にちが。ああ、ずれ込んでる。ずれ、はい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 、はい、はいはいはい。で、まあ一応いつでも動かせるようにと。あ、そうです。まあでもちょっとなんかここら辺もなんかぽい感じするんで、うん、ちょっとまたね、聞いてみます。はい、こ、はい、の周りの聞いてみます。はい、申し訳ないです。すいません、ありがとうございました。寄り道散歩。ここね。まさかな。中野さんのお実家。わあ、でっかい。おお、こんにちは。こんにちは。あれ、中野さん。中野さんではない。中野さんじゃない。はい、あれ、違う。あ、こんにちは。どういった方ですか。丸岡図書館の職員です。あら、あ、図書館。はい。僕、丸岡図書館から。歩いてきたんですよ。そうそうそう。そうなんですよ。今日丸岡図書館スタートで、はい、ここゴールだったんですけども。で、そう、なんで丸岡図書館がスタートなのかなっていうことを思ったんですけど。ようやくつながった感じ。はい。乗っけてってよ。楽をしようとするな。丸岡図書館と関係あるんですか。はい、はい、丸岡図書館に中野茂春文庫っていうところがありまして、はい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 、それつながりでここを管理させていただいてます。なるほど、ここ管理してるんですね。はい、そうか。あの、ちょっと僕らその中野茂春さんのことをちょっとよくわからないので、はい、まあ、本を書いた方っていうのは聞いてきたんですよ。はい、どういった方だったのかっていうのを詳しくちょっと教えてもらってもいいですか。それでね、小説家であり、評論家であり、はい、詩を書いていらっしゃる方なんですけども、はいはい、ということで丸岡町で生まれたんですけど、はい、明治35年にこちらで生まれ、今から120年前ぐらいです、はい、こちらで生まれて、そうですね、昭和54年に、77歳で亡くなられて、はいはい、あ、そうなんですね、はい、で次の年にこの土地を丸岡町に寄贈いただいた形になるんですけども、はい、気になったんですけど、これは何ですか、この2つ。こちら中野茂春の書斎の写真なんですけども、はいはい、この書斎がこの写真に写ってる書斎で、実は世田谷から材木を崩して、はい、こちらトラックで運んで、こちらにまた建て直したという形になります。丸々持ってきたんですか。丸々このまま、お、材木そのまま持ってきた形です。へえ、じゃあ、あのこの床に中野さんのぬくもりがまあ、あると思います。そうな、こう座ってた時のぬくもりが、そう座ってるからね、写真でも、はい、これなんですね、はい、へえ、めっ
ちゃすげえ図書館だなこれ。すごいな。ここにあった本は全部図書館の。中野杉春文庫の方に1万3000冊ほど。1万3000冊ほど今置かせていただいてます。1万3000冊書いたんですか。じゃなくここの書斎にあった中野杉春が集めた本も含めて1万3000冊ですね。1万3000冊書いてたらとんでもないですよ。とんでもないです。すげえ悪くなりそうやな。そうだけど読んでたら、いやすごいな。これは何ですか。これはあの光月です。はい、はい、あの今なぜ飾ってるかと言いますと、はいはい、中野重治は8月24日に亡くなりまして、ほう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 、一番あの直近の直前の土曜日に、はい、口なし期というあのものを開催しておりまして、口なし期、はい、それはあの中野重治を忍んで、はい、あの研究者とかファンとか集まりまして、うん、中野重治を思い出して忍ぶという会なんです。青山の会場、あの東京の青山の会場で、はい、あの告別式がありまして、はい、その時にみんなで捧げたっていうのをちょっと、はい、モチーフにしまして、そう、はいはい、で今年で43回、43回目、はい、すごい、めっちゃ有名人やん。いや、そうよ。めっちゃ有名人。有名人やん。ちょっと全然知らなかったんで。まあ、どうしてないの。お前もだよ。俺言いました。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 いや、でもすごいですね。すごいですね。あれ、これは何ですか。あ、こちらのお花は、はい、口なし期のために生けたお花です。おー。はい、野を愛する中野重治ですので、はい、あの野の花ばかりなんです。おー、すごいですね。なんか頑張って、はい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 、採集に行っています。へ、山とか田んぼとか結構大変なんです。へ、これのために取りに行ってるんですか。すすきがあったり、ガマの穂があったり、はい、まあ、このユリちょっと読まれてますけど、はいはい、これも野のユリです。おー、へー、キリタンポではないんですか。キリタンポではありません。キリタンポではない。秋田名物じゃない。ちなみに、なんか お墓みたいなやつがあそこにあるんですけど。あ、本当だ。あれはお墓ではなくて、はい、中野鈴子の記念碑です。記念碑。中野鈴子。はい。はい、お母さん。はい。お母さんか、中野さんの。お母さんではなくて妹さんです。あ、妹さん。はい、知人だったんです。負けてないっすよ。負けてない。どういうことやな。花は私も知らないっていう詩が有名で、はい、その文字、花は私も知らないっていう題名だけが、はい、でその名前を書いたのが、はい、その文字を書いたのが中野重治のお嬢さんだと言われてます。お嬢さん。お嬢さんの字で花も私は知らないっていうふうに書かれてます。お嬢さんの娘さん。中野重治の娘さん、はい、あのおばさんになりますね。はいはいはい、はは、はい、あ、じゃあお墓ではないんですね。はい、そう、ここに中野重治さんのお墓はないんですか。ここにはお墓はなくて、はい、道を隔てた向こうに、あ、向こう、向こう、はい、あの大きな木があるんですけれども、はい、よくわかると思いますが、はい、そこにあります。あ、そうなんですね。ここじゃないんですね。はい、わかりました。もしよかったらお二人、そちらで、はい、まあ、ちょっとそうですね、せっかく来たんで、はい、そうそう、見てきます。はい、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。よりみち散歩。まあそうね、なんか最後はちょっと厳かな感じになりましたけど、なんかやっぱすげえ人やったよね。そうね、もっと勉強しなきゃいかんな。はい、だって世田谷にあれ建てれるって。そうそうそう、なんでね、まあ、これからちょっとね、僕らもいろいろと中野さんの本とか読んで、だ自分も目指さなあかんね。目指さなあかん。文系なんだ、文系男なんだから。まあまあまあ、そうね。まあでも他にもね、いろいろといろいろね、いい話聞きましたから。まだまだ知らんところがいっぱいあるね。そう。ただやっぱりいい人がいっぱいいるんだよな。それ良かったです。さすが福井県民。いや、堺市民だこれ。すごい、ね。アピールがすごい。まあそういうことでね、はい、次回もいろんなところを散歩していきますので、はい、また次回も寄り道散歩を楽しみにしてください。はい、それではまた次回お楽しみに。